じゃあそれ、お二人のご友人でいらっしゃいます額田貴明様、どうぞ前にお進みいただきましょう。ゆうすけさん、みやこさん、ご結婚おめでとうございます。ご両家のご親族の皆様方にも心からお喜び申し上げます。大変緊張してまして、さっきまで顔がですね、真っ青でですね、ちょっとお酒を飲んでこう血色よくしようとしたんですけども、うまくいかずですね、まあ話すタイミングになったということでございまして、ただこんな素晴らしい席に今日はお招きいただきまして、簡単ではございますが、私はですね、この料理のですね、まあ、キューピッドということで、今日ご招待いただきました。でまずはですね、私と宮古さんの出会いについて簡単にお話しさせていただきたいなと思ってます。ですね、約5年ほど前ですね、ワールドカップで決勝がフランスとイタリアでやったワールドカップが開催された年にですね、カナダのトロントという町で出会いました。で同じ語学学校に通ってまして、そこで出会いまして、どうしてもその最初はですね、英語がなかなか話せないということで日本人同士で固まってたということがありまして、ただまあそれじゃちょっと英語がですね、いつまでたっても上達しないということで、いろんなですね、国の人を交えて英語を勉強しようということで友達作りに励んでおりました。その中ですね、宮古さんはまあその素晴らしい笑顔でですね、もう自然と周りに友達があふれ返りましてですね、私もそこにちょこっと混じらせていただいて、私もたくさん の外国の方と知り合うことができまして、英語の方がですね、まあ、話せるようになったかはちょっと今日は触れないでおきますけども、楽しいカナダ生活を送りました。そういうまあ彼女ですので、今日はですね、カナダ時代の友人とも出会いまして、本当に久しぶりの出会いもありまして、非常に感動しておる次第でございます。ありがとうございます。で、新郎のユウスケさんとはですね、もともとお仕事を通じて知り合いになりまして、私からすると、まあ、新沼さんはユウスケさんはですね、お客様という立場だって、なかなかプライベートの話というのはなかったんですけども、まあ、すごく熱い方でして、仕事の熱い話、開発テーマですとか話してる間にですね、意気投合しまして、プライベートの話もちょくちょくとさせていただけるようになりました。で、あの日ですね、ちょうど、ラーメンを2人で夜中食べてる時にですね、恋愛の話になりまして、お互いのその恋愛の価値観がですね非常に似ておりまして、で私そこにすごく、まあ、共感を得ましてですね、仕事も熱心だけどもやっぱりこうプライベートも充実させなきゃということで、まあ勤務地が名古屋ということでしたので、私のちょうど友人でありました宮古さんの方が、ぜひとも紹介させていただきたいということで、ゆうすけさんの方に申し出まして、で数日後ですね、食事の場を、企画したと。でまさかあの時はですね、こうして私がここでこうスピーチしてることなんて想像もしてなかったんですけども、まあ今日お二人の笑顔を見てですね、本当にあの時紹介させていただいてよかったなと本当に思っております。まあユースケさんですね、これ3度目になると思うんですけども、本当に頑張り屋さんすぎてですね、非常に責任感が強い方なんで、お体の方やっぱりですね、私も心配しておりまして、ただ宮古さんがどちらかというとおっとりとしてですね、まあ時におっちょこちょいな一面もありますけれども、そこがお互いですね、ちょうどいい塩梅で融合してですね、頑張りすぎず、たまには肩の力を抜いてですね、一緒に歩んでいっていただけたらなと思っております。以上で私のこの拙いスピーチでしたが、今日は本当におめでとうございます。どうもありがとうございました。お二人の共通のご友人でいらっしゃいます額田貴明様より、お祝いのメッセージと、またお二人の出会いについてもお話を伺いました。